幻ファントム、スタートだぜ。幻ファントム、スタートだわ。なあなあ霊夢、日本では我々が想像もできないような、奇妙な風習やしきたりを持つ村が存在するって知ってるか。あまり詳しくないけど、鶴の恩返しや桃太郎なんかも、日本の昔の村の風習がオマージュされている、なんて聞いたことあるけど。今回は現代では考えられない、少しゾッとする、日本のヤバい村の風習、奇襲、習わしを解説するぜ。仏教の僧が、厳しい修行の果てに、ミイラ化するという風習が、即身仏、という風習だぜ。即身仏は、江戸時代を中心に人々を飢饉や疫病から救い、守るために行われていたのよ。即身仏になるためには、木の実や草を食べて体内の脂肪を落とす、木食と呼ばれる肉を食べない行為が必要なんだぜ。過激な風習だったから、明治時代以降には日本の法律により、即身仏は禁止され、今では見られない風習になったんだ。ミイラになったからって飢饉や疫病が収まるのかな？それは言わない約束だぜ。夜中に男性が女性の家に行く、夜這いも、昔に日本各地で行われていた風習だぜ。奈良時代の末期に書かれた万葉集に、夜這いの記述があったり、歴史の長い伝統的な風習とも言えるんだ。明治時代から昭和時代の初期でも、地方にある農村や漁村などの集落で、夜這いが行われていたという記録もあるから、近年まで行っていたのがわかるんだぜ。夜這いの注目ポイントはお気に入りの女性がいたら、恋人だけでなく、初めて見る相手や、なんと人妻までも対象だったということだから驚きだわ。結婚か、夜這いの回数で決められる地域もあったから、誠実な、夜這いもあったみたいだぜ。今では考えられないけど、夜這いでできた子供は、村全体で面倒を見る、という方針を取る村もあったみたいだわ。夜這いにも近いんだけど、結婚を申し込んだ相手と無理やり結婚する、誘拐婚とも呼ばれる、夫い嫁女、という風習は少し怖いんだぜ。九州の鹿児島県の一部で昭和初期まで行われていたという噂があって、結婚を断った相手を無理やり襲うことで結婚するという風習だ。これは風習や奇襲として行われていたらしいが、立派な犯罪だから、1959年に夫い嫁女を行った男性が有罪判決を受けたんだぜ。ちなみに、この事件をきっかけに夫い嫁女の恐ろしい風習が世の中に知れ渡ったのよ。女性には許せないぞっとする怖い風習だわね。結婚についての風習では、個人を思いやる親の気持ちが感じられる、温かくも少し悲しい人形婚、というものがあるんだぜ。人形婚、とは、妙婚や死後婚とも呼ばれ、亡くなった子に、せめてあの世では結婚してほしい、という親の思いのもとに、人形と結婚させるという風習なのよ。日本各地の村で見られる風習で、特に青森県では、第二次世界大戦で亡くなった息子たちの、結婚相手となった人形を、納めるお寺があるんだぜ。せめてあの世ではお嫁さんをもらってほしい、という親の思いから始まった風習なのね。昔の日本では、長男が優先されるというのは普通だったけど、長野県神原村では、おじろく、おばさ、という、極端な思想を持った風習があったんだぜ。おじろく、おばさ、は、村の人口を調整する必要があったために行われていたらしく、長男が家を継いで社会生活を送り、次男や女性は長男のために、生涯無報酬で働き続けることを強要するのよ。おじろくとおばさ派、戦国時代の末期頃から始まり、村祭りの参加や近所の人との交流も禁止で、戸籍には、厄介、と記載され、生涯結婚もできなかったらしいぜ。今でも、長男以外には人権がないに等しい村の噂は、時々聞くことがあるわ。やれやれ、まったく怖い限りだぜ。沖縄県の離島の一つ、与那国島では、くぐらばり、と呼ばれる、人べらしの風習があったんだぜ。与那国島のくぐら地区にある、大きな岩の裂け目に妊婦を集めて、岩の裂け目を一人ずつ飛び越えさせるんだけど、ほとんどの妊婦が飛び越えられずに、転落して流産してしまったのよ。くぐらばり、でも人口が減らなかったから、
事情があって田んぼに入れない男性を村が公認して、虐待する文具だ、という風習もあったとか。村が一体になっている風習は、逃げ場がないから恐怖しか感じないわ。石合戦、という風習も昔の日本にあって、遡ること戦国時代から、人々の遊びから始まった、恐怖の習わしなんだぜ。二手に分かれた人々が、合戦さながらに本気で石を投げ合うから、非常に危険で、最悪死者も出たらしいの。危険性が高いから、当時の幕府が禁止令を出すほどだったけど、村同士の喧嘩や利権問題の時には、こっそり石合戦をやっていたらしいぜ。戦国時代の合戦でも石は危険な兵器だったから、その破壊力はとんでもなかったと思うわ。怖い話や都市伝説でも登場する、怖い村の風習として、人柱、というのがあんだぜ。最強の心霊スポットとして有名な、犬鳴村伝説にも人柱の噂があったり、日本の闇には必ず出てくる怖い風習なのよ。そもそも、人柱、とは、水害などの災害から人々を守るために、地中や水中に生きたままの人間を埋めて、神様に祈りを捧げる風習なんだぜ。日本各地で伝承が残っていて、実際に江戸城をはじめ、様々な城跡から多数の人骨が発見されているんだ。人柱を神として祀っている神社も、日本各地にあることから、都市伝説ではなく実際に行われた怖い風習だったことがわかっているのよ。人柱伝説は、日本の古いおとぎ話などにもオマージュされているほど、認知されている闇の風習で、日本を代表する村の風習と言えるんだぜ。戦国時代に村で行っていた非儀仗は現代でいうところの裁判代わりの風習なんだぜ。土地や作物など、村同士の争い事があった時、どちらの村が正しいのかを決める風習で、村の代表者1名がそれぞれ、赤くなるまで熱した鉄の棒を素手で神棚まで運び、どちらが早く運べるかを競ったのよ。勝った代表者の村が正しいとされたけど、代表者は大やけどを負ったり、障害が残ったり、とても危険な風習だったんだぜ。司法が機能していなかった昔の村で、どちらが正しいかを決めるのは至難の業だったと思うけど、あまりの過激さから、大名自ら止めることもあったとか、葬儀に関わる、奇妙な風習として、骨神、があるんだぜ。骨神、は、死者の魂を後世に受け継ぐことが目的で、遺族や親しい知人が遺骨を口に入れて噛むということが行われていたのよ。噛む部位にも関係性があって、一番の親友は喉仏を、優先的に噛んでいたらしいわ。日本各地で行われていた風習で、特に九州地方では、伝承がたくさん残っているから、一般的に行われていたのかもしれないんだぜ。怖い風習というよりも、村独特の信頼関係の延長線上にある、不思議な風習と言えるわね。映画やドラマで見たことあるかもしれないけど、白装束を着て、頭にろうそくをつけた女性が、深夜の神社で藁人形を釘で打つシーンがあるだろ。これが、牛の刻参り、という風習なんだぜ。午前1時から3時の、牛の刻、に行われ、憎い相手を呪うという恐怖の風習だけど、人に見られると呪いが返ってくることから、見られた相手を追いかける、なんて都市伝説もあるんだ。人を呪わば穴二つ、という言葉がある通り、諸刃の風習と言えるんだね。牛の刻参り、は日本独自の風習で、現代でも行われている可能性があるんだぜ。ある地域の神社は牛の刻参りの聖地のような扱いを受け、今でもこの風習を実行している人が頻出しているんだとか。今回は、実在した日本のヤバい風習、奇襲、習わしついて、ゆっくり解説したんだぜ。昔の日本では怖い風習があったけど、今の日本にももしかするとゾッとするような風習が残っているかもしれないから、想像するだけで少し楽しくなってくるわね。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いするぜ。コメントも待ってるわよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうだぜ。